はい、当社はですね、創業が約40年ほどの、長野県千曲市に本社があります、地域密着型の建設業で、主に公共工事の一般土木をメインに行っています。チルドローデータはですね、もともと海外の方でそういうものがあるということは知っていまして、導入を考えてもともといたんですね。ちょうどその頃にですね、キャタピラーさんの純正品が、出るよということになったので、タイミングよくそこで、購入させていただいたような経緯になります。林道の新設の開設工事になります。今回導入させていただいたチルトローテーターですね、キャタピラーさんの TRS10 というものなんですけども、現場が非常に狭い現場ですので、林道ですので、その中でチルトローテーターを活躍できたらなと思い、現在使用しているところであります。チルトローテーターはですね、まずメリットとしてバケットがチルトするということ、それにチルトとプラスローテーション機能があるということで、機械の、足場を整えなくてもですね、設計面にダイレクトにアプローチできるというところが最大のメリットかなと思います。ですので狭いような現場での、のり面成形等で、横からサイドの方からでも削り取りの作業、のり面の成形作業ができるということが最大のメリットかなと思っております。例えばこの現場です と、大きな土工はコンマ4号のバック砲で、土砂の作業を行い、のり面成形等は 0.2 リューベ級のバック砲もしくは 0.1 リューベバック砲で、対応するようなことが必要になったかと思います。1台の機械でいろんなことができるようになりますので、機械の台数がまず抑えられるですね、それが一番のメリットではあると思います。 3D のテクノロジーの関係なんですが、今回のチルトローテーターを装着してですね、運転席内のモニターで、バケットがチルトしてもローテーションしても、運転席内の、画像がアニメーションがそれに追随するような形で、表示されますので、非常に視認性が良くてですね、作業の効率化のアップにつながっていると思っております。ホームポジション機能においては、あらかじめ設定しておいたポジションに、戻すということができる機能で、主に土砂の積み込みですね、はい、いろんな角度でチルトとローテーションを行った後にその土砂を積み込むときは、やはりホームポジションに戻して積み込むというふうになりますので、その時に活用しています。採石のばらまき等で、使っております。あと土砂もですね、たまにやはり成形面きれいにしたいなというときは、それで土砂を均一に、敷き鳴らし巻き、巻き散らすといいますかね、そういうような形で使って、ております。掘削していますと、やはりその土中からいろいろなものが、ゴミだとかというものも出てきますし、そのあたりの除去に、非常に重宝しています。あとは簡単な資材の運搬等も、資材が傷つかない程度に行っておりますので、ものすごく便利に使っています。交換のしやすさは、運転席内で、行えますので、非常に楽で便利であります。でバケットはですね、現場に合わせて、用途に合わせて各種、用意してますので、それをその都度瞬時に切り替えられますので、非常に便利です。今回やはりチルトローテーターというのはですね、その機能の面で、非常に便利というのはもう言わずもがなだと思うんですが、それと ICT のマッチングっていうのがですね、僕が一番重要視しているところでして、そのあたりがテカテラさんのシステムで、対応できているというのは非常に助かっていますし、これからも頑張ってやっていきたいと思いますので、小型の機械等々もいろいろ対応していただければ助かります。